揃ってるよ。ここに来るまでに町のいろんなところを回ってきたけど、そりゃそうよね。突然上空にアインクラッドプレイヤーたちはオリジンのサプライズイベントだと思っている。まったくのんきなものよね。まあ経緯を知らない。それで崩壊したフィールドに関して調べてきたわよ。残念だけど被害はゼロじゃないわ。アルゴさんが走り回ってくれているおかげでいろいろ聞くことができたの。この始まりの町は幸い被害がなかったようだけど、他のいくつかの町や村は。本来大地切断というのは地表が円形に切り抜かれ空へと上昇していくもののはず。けど今回起きた大地切断は中途半端な状態で地表が崩れながら上昇している。巻き込まれた町にいた NPC たちはきっと。この世界の NPC はこの状況。まさかとっくに気づいていると思う。ですけど運営からは何もアナウンスがないですね。現状に問題なしってことかしら。セブンなら運営の動きがわかるんじゃない。俺もそう思ったんだけど、セブンは今アメリカにいるから国内の運営の動きがわ。もしかしたらベータテストの中止なんていうことも考え。最悪ありえるだろうな。もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃったから大地切断は起きちゃったんだよね。ジェネシスのやつを倒したっていうのにね。そういやジェネシスのやつは。あいつを倒したとしても死にまいして。あ、You said ass かもしれないよね。いや、ジェネシスに関してはもう決着がついたよ。決着ってのはどういうことだ。あいつが並外れた強さを誇っていたのはやっぱりチート行為を行っていたからだった。そしてそれはチートでよく知られるデータ改ざんとは違い。アミ、その話をセブンから各所に回してもらってすぐ逮捕。デスゲーム以来 VR マシンへの改造はかなり厳しく取り締まられている。第二の茅場になられたら問題だからな。じゃあこれでプレミアちゃんが狙われることはひとまずなくなったんだけど、アミュスフィアを改造するなんて。実際ジェネシスの施したそれは相当な技術らしい。実はチート行為の常習犯でネットの一部ではそうしたこともあって警察の方でも逮捕に踏み切る準備はできていたから対応。まったくその技術をなんでいいことに使えないかな。そういうことってゲームを楽にプレイするためにするんですよね。他にもゲーム内を荒らして楽しむっていうやつもいいけど、ジェネシスはそういうのとはちょっと違う気がする。強くあることに本気だった。体がおかしくなってるってのにデジタルドラッグを使い続けたくらいだもんな。もう一人の女神は自分の存在する意味を、ひょっとするとジェネシスも自分という存在を強さという形で守り続けてきたのかもしれない。ゲームで誰よりも強くありたい、誰よりも優れていたい、そうした気持ちはなんとなく理解できる。そっか、ジェネシスもただゲームをやっていただけじゃなかったんだね。ジェネシスのことは一件落着だけど、もう一人の女神は止めることができなかったね。自ら世界の崩壊を望んだんですよね。この世界の NPC はみんな AI 化された状態だ。AI 化された NPC は自分たちが目の当たりにしたことを情報として蓄積し、それをもとに自我を形成していく。ジェネシスやそれを取り巻くプレイヤー、無論俺も彼女が世界の崩壊を願ったのは。パパ、ジェネシスはもう一人の女神のことをティアと名付け呼んでいたらしい。あの二人の関係は俺たちが考えていたものとは違っていたのかもしれない。彼女を道具としてではなく、もっと。だからジェネシスの意志をこんなにも強く受けてしまったのかもね。ああ。ねえ、ところでプレミアはどこ。そういえば今日はまだ見てないな。変
近頃はログインするとすぐに会いに来てくる。気になるわね。俺だったらみんなで探そう。分かった。俺はアインクラッドが創生された影響で踏み込めないエリアも出てきてるみたいだから。ああ This is some stupid shit. Why would they want you to manually walk all... Never mind. Never mind. You know what? Don't know why it's glitching out. Don't know why. Wouldn't be able to tell you. Oh, bro, I ain't gonna do all this. Run a little bit faster. プレミア、アスナたちも見つけられていないみたいだし、一体もう少し奥まで進んでみるか。プレミア、いないのか。くそ、暗くなったせいでかなり効率が悪くなったな。そもそもなんでプレミアはいなくなったんだ。ジェネシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったとも思えない。であればあと考えられるのは、やっと見つけた。こんなところまで来てどうし、なんだか様子がおかしい。どこかに行きたかったのか。言ってくれれば俺連れて行ってくれますか。では私私を祈る場所へ連れて行ってください。え、私は待ってくれ。
なんでプレミアが祈る必要があるんだ。それが私のすべき義理と私を。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女が自分から祈りたいだなんて言うとは思えない。なあ、一つだけ聞かせ、祈りたいというのは君の本心で言っているのか。本心。もしプレミアが祈れば、俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとかそんなの関係ない。プレミア自身の気持ちを聞かせてほしいんだ。私の、You know, why can all this be animated like this? Honshin des. Inori o sasageru koto ga watashi no nozomi. Kore wa Premia no settei ga uwagaki sarete iru no ka? Inoru koto. Sore ga watashi no.プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。キリト、私はキリトと、キリトとずっと、私はキリトとずっと一緒にいたい。That is so funny. I don't know, maybe I just got a thick head. Tucks on the Hoshi, a Kagayati. Tamani Kosh, the Hoshi, or Nagamiriko.